保全技能の基礎としまして、基本工具について説明します。職場で何気なく使っている基本的な工具について、種類、特徴などを具体的に説明をしていきます。基本工具の取り扱いについて説明します。基本工具は、回す工具、叩く工具、掴む、切る工具などに分けることができましたが、以下で詳しく説明します。回す工具で最も代表的なものの一つがドライバーです。対象物、プラスネジ、マイナスネジ、六角ボルトナット等や作業内容で使い分けます。一般的にドライバーと言っているグリップドライバーはネジを締める、緩める際に使用します。マグネット入りドライバーはネジが落下しないように先端に磁石が入っています。スタビードライバーは全長が短くなっていて普通のドライバーが入らない場所で使用します。インパクトドライバーは普通のドライバーで緩まないネジを緩める際に使用します。ソケットドライバーは小さいサイズの六角ボルトナットの着脱用に使用します。電光ドライバーは絶縁が施されていて、電気作業時のネジの着脱に使用します。ドライバーの実際の使用方法の締め方を紹介します。ネジに適合しているかを確認します。ネジ山に引っかかりがないかを確認しながら回します。回す工具による主な事故災害事例、安全作業のためのポイントを紹介します。事故災害事例では、工具が外れることによる手の打撲、突き刺し、握り部の傷等による手の切れ、擦れ、無理な姿勢での作業による工具の取り落としによる衝突などが多く発生しています。安全作業のためのポイントを紹介します。ネジの形状、寸法に合ったドライバー以外は使用しない。ドライバーを手金代わりに使用しない。絶縁タイプ以外のドライバーを電気作業に使用しない。欠け、破損、摩耗といった工具の不具合確認を怠らない。スパナやレンチをハンマー代わりに使用しない。スパナやレンチにパイプ等を継ぎ足しして使用しない。スパナやレンチが外れやすい使い方をしない。などが挙げられます。以上で基本的な工具の説明を終わります。実際の職場では多くの工具が使用されています。さらなる知識と技能の向上に努めていただき、安全安心かつ効率的な作業の実現を目指してください。